たちに必要なのはね、夢だと思います。何かボランティアできんだったらしてみたらどうだって言ったところ、避難所やなんかに行ってお年寄りの方も見したり、物の仕分けをしたり、あと瓦礫撤去もしました。子どもたちにとってこれからいろんなことができるんだ、夢を持たせることがやっぱり一番大事なのかな。うちの学校は生徒なくしてますけども、その思いっていうのは私たちの心の中で生きてるんだよと。被災した皆さんね、いろんな体験したと思うんだけど、それは生きていく上であなたの、生活の中の人間性の基盤となるものがたくさんあります。自信を持って生き抜いていきましょう。私たちが願って夢を持ってやろうと思えばね、何でもできます。ゼロからのスタート、いやマイナスからのスタートかもしれないけども、やっぱり前に向かって一歩一歩進んでみんなで作り上げていったらいいかな。とにかく今年はたくさんの人たちからいろんな支援を受け、恩を受けました。でもきっとそれに何倍する気持ちで皆さんは育っていってると思います。いつかその気持ちを、ね、皆さんに向けて恩返しができる日が来るんじゃないかと思ってます。期待してます。